はい、これね、カエルですけど、またね、違うんですよ、これ、あ、レオパだった、レオパですけど、これ、紹介しましたけど、これ、こうやってね、こう、また作ってみました。そうなんです、岩を登れるようなこの岩壁っていうのかな、それをバークチップで作ってみました。はい、さ、カエルある、くぐるトンネルを作ったやつと同じです。あ、そうそうそう、カナエビでもね、これバークチップ使ってね、いろいろ作ったんですけど、ちょっとですね、こうレオパのシャナリちゃん用に結構ヘチマに登ってくれるので、こう岩をね、岩っぽい壁を作ってみました、ね、するとここからね、ここまでね、こうやって橋みたいに渡ってくれる。そうなんですよ、結構器用にね、ほら、ほら、こうやって、そう、ここもね、前からね、こう降りたりして、いろんなとこから登ったり降りたり、これでね、できるようになったね。そしてまたここに入る。そうなんです、可愛くね、入っていきますね。さあ、じゃあこれのですね、ちょっと工作動画なんですけど、このインテリアバークっていうのを買って、これベニヤ板ですね、薄い、これにですね、これなんだっけ、額縁の裏側かな、それを、それにこうボンドをつけて、そこにこのバークチップを、まあこれ結構適当にね、ポコ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 置いていくんですけど、そのまま置くとこう間が空いちゃうので、そこにこう100均のちっちゃいバークチップをこう詰めたんですけど、これなかなかこう詰め切らなくてね、これやってくれてるね。その上にさらに大きなのを結局貼っていくと、こういういい感じに、どうですかこれ。僕はさ、いい考えでこうやって前に乗っけたらいいよって言ってくれたからね。そうそうそう、パパ真似したのね。そう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 、いいね、アイデアありがとうね。これね、爪楊枝で刺してる。そう、爪楊枝刺すとね、こう動かなくてね、結構ね、ヘチマ便利です。この2つもそうやってできてるんだ。そうなんです、手前も奥もね、そうやってできてるんですね。はい、登ってくれます。そうなんです、結構ね、こうね、引っ掛けて登ってくれてます。上にね、こうヒーティングトップっていう温めるやつがあるから、やっぱヘチマの上にね、サナリちゃんも行きたいと思うんだよね、うん、それでここでね、結構ねリラックスして温まってますね。そしてね、遊んでくれてんだよね、ね、植物と遊んだ。これはこれ僕がね、乗っけて。そう、どうだったこれ。面白かった。面白かった。結構これ、この上肩まで登ってきたんだよね、うん、びっくりした。さあ、眠ってます。気持ちよくて眠ってます。なんかうねむねしてる、なんかうねえびみたい。あ、うねえび、この手のところがすごいよね。目開いた、目開いたね。チャンネル登録とグッドのよろしくお願いします。おしまい、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 おしまい。